北口友部駅は、茨城県笠間市友部駅前にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。事務官高度は42万1111。常磐線と水戸線の2路線が乗り入れる。このうち常磐線を所属線とし、水戸線は当駅を終点としている。なお、両路線とも、JR 貨物の第二種鉄道事業区間でもある。 常磐線土浦駅北の駅では、石岡駅と並び特急列車が停車する主要駅の一つであり、常磐線は上り、下りとともに、日中は、おおむね1時間に2本の普通列車と1本の特急列車が停車し、時はの全列車が停車する。水戸線は、日中おおむね1時間に1本の普通列車が、当駅を発着し、 朝と夕方の通勤通学時間帯は常磐線のみ戸、かつ方面と直通運転している。当駅が開業したのは日本鉄道水戸線開業の約6年後で日本鉄道土浦線の開通で当駅が東京方面との接続駅となるのは開業約4ヶ月後である。当時この一帯は西茨城群、宍戸町の一部で隣駅である。宍戸駅は 水戸線開通と同時に開業している。一方、当駅名の由来である地名、南友部は、西茨城郡四首都町の中のあざなに過ぎず、水戸線開業時に駅が置かれなかったことからもわかる、通り当時は発展した市街地ではなかった。しかし次第に、交通の要衝として、友部駅周辺が栄えるようになり、1955年には、四首都町を含む四町村が、 友部町として合併。それまで、シシド町の一部であった、南友部の地名が、駅周辺の発展をきっかけに、シシド地区を含む自治体名へと逆転することになった。2006年には、笠間市及び岩間町と合併し、笠間市の代表駅になった。単式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線を、有する地上駅で、京上駅舎を持つ、直営駅。 管理駅であり、常磐線の岩間駅赤塚駅間及び水戸線の福原駅、獅子戸駅間の各駅を管理している。緑の窓口、指定席券売機、スイカ対応自動改札機設置駅。発車メロディは2007年3月4日から、笠間市にゆかりのある歌手、坂本 Q の各局に変更された。JR 貨物の駅は、臨時車扱い貨物の取扱い駅となっており、 2014年3月15日改正時点では定期貨物列車の停車は設定されていない。以前は専用線8着のコンテナ貨物も扱っており、本線の北側に沿って内原方面に伸びる引上げ線から日本タバコ産業ともべ工場へ至る専用線が分岐していた。工場内の専用線の脇に 貨物ホームが設置されており、コンテナ車にコンテナを積んだままに役作業を行っていた。かつては、有害者で同様の輸送が行われていたが、1994年にコンテナ化された。その後、2012年3月17日の改正にて、当駅でのコンテナ貨物取扱いは廃止された。また、駅北側にある太平洋セメントともべサービスステーションの貨車用、 セメントに薬設備へ続く専用船もあり、セメント輸送が行われていた。また、改札口の西側に一面一線の貨物ホームがあった。不定期であるが、当駅から機関車の砂巻き装置に搭載する砂の発送がある。砂はトラ4万5千型に積まれ、関東地区の車両基地へ輸送される。車両基地構内には砂を積んだダンプカーを 直接乗り入れにくいことから、このような輸送が行われている。貨車の入れ替え作業は、福島臨海鉄道が受託していた。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は3531人である。近年の推移は以下の通りである。京城駅となる前は一番線ホームに面した南側の三駅車があったことなどから、 市街地はほぼ南側を中心に形成されている。市役所本庁舎の最寄り駅であり、商店や住宅が多い。他の公的機関や施設は、笠間駅周辺に多く立地する。常磐線の特急、時輪の隣の停車駅は、日立を参照。注釈出店。ありがとうございます。